英会話スクール、English Partners イングリッシュパートナーズのせいけかおです。裏切るは英語で、betray。えー、裏切るは betray なんですが、今日は他にもいろいろ言い方があるので紹介したいと思います。まずは deceive とか、あとは、なぜ私を騙したのですか ?why did you betray me? とか、えー、ビジネスでは多くの人がお互いを裏切り合うので吐き気がする。in business, so many people betray each other and it makes me sick. あとは、背を向けたって意味の turn my back。back は背中って意味もあるんですけれども、えー、そういう意味でも裏切るになるし、あとは背中を突き刺すって意味の backstab。あとは、彼女が私をあんな風に裏切るだなんて信じられない。I can't believe she would stab me in the back like that みたいな言い方ができます。裏切りは英語で betray。ぜひ覚えてください。